あ、そっか。引退ってことはそういうことだね。うん、そう。金持ちと結婚する。別に、女子アナという職業に、で一生、やっていきたいなんて夢はなかったの、ね。もともとない。単純に。仕事じゃないんだ。そういう職業に、そうね。小学生、中学生ぐらいの女の子が将来、キャビンアテンダントになりたいっていう夢あるよね。はい。うん。でも別にキャビンアテンダントで一生食ってこうとは思って、なりたいって言ってるわけじゃないでしょ。はい。やっぱ本当にそれなって、例えばキャビンアテンダントになって、それで20代後半でお金持ちと結婚して引退っていうのは一番理想でしょ。まあ理想。そう、もう完全にもう理想中の理想だよ。素晴らしいね。こんな美人に生まれて。うん。ねえ。ねえ。ずるいね。これは日が回る、日が回れるぞ。日が回れるよ。うん、でもこの日が回れるけど、負けないでさ。そうだよ。うん。頑張ってほしい。うん。大変ですもんね、家庭入るのもね。そうだよ、大変だよ。大変、もう、うん。この間の写真ってこの男性だったの？違う。違うでしょ？あんま言っちゃ、じゃああんま言っちゃいけないやつだからね。最近だったなと思って、あの写真。そういうの関係ないから。関係ない。うん、いいご縁じゃ、そういうんじゃないからね。いいご縁があったんです。車中のキスってそういうことじゃないから、ね。大体もうやる。嫌な男だね、幸せなね。幸せ、幸せですからね。幸せなんだからさ。ね、誰もそんなとこダメだよ、そんなから。うん。邪魔しちゃダメ。ダメ。うん。お前ら邪魔してるぞ。その事実は。くそ。はい。くそ。くそ。はい。ラジオネーム。続いては茨城県。草っぽ記者が送ってくれました、うん、浅野ゆう子かき氷が好き、女優の浅野ゆう子がかき氷が大好きだとの情報が入ってきました、うん、どれぐらい好きかというとかき氷のプールに飛び込みたくなってしまうほどだというから相当なことが伺える、うん、さらにはかき氷を食べてキーンとくることを体験したことがないという事実も判明、食べるのが遅いからではないかと自己分析している、うん、そしてハワイのスノーファクトリーというところのかき氷にハマっていることも明かし、うん、ふわふわの食感は綿飴みたいな感じだと語っている、うんうん、そのふわふわのかき氷が東京に上陸し30分並んで食べたとのこと、うん、大好きなかき氷を食べてこの暑い夏を乗り切ってほしいものであると、うん、うん、うん、浅野ゆう子さん好きなんだね、ねえ、キーンとなったことないっていうから、そういう体質なのかと思ったら、食べるのが遅いんだよ。早く食べるとやっぱキーンってなるわけだからね。そうだね、あれは。うん、確かに。うん。あの、ふわふわのやつなんて、もう今結構当たり前のようにあるよね、もうね。最近はね。そんなハワイの、それ、別に、っていうか、ね。うん。本当に好きかってことだよね、だから。ね、かき氷が本当に。まあ好きだったら知ってるかと。そうだね。もっと。まあ。俺だって好きじゃない俺でさえ、うん、もういろんなとこでかき氷ったらもう、うん、ほぼもうほわほわのあの、今。今、そんな綿飴みたいなやつだよ。今あんな感じ。今あんな感じ。それをそのわざわざハワイの。ちょっと知らないのかもしれない。あんまり。大きい声で言えないやつだよね。いや、ちっちゃい声で言ってもダメだね。マイクの前だから。これちょっと、あんま言えない、これは。本当に。かき氷はあんまり好きじゃないんだけど。やめなさい、本当に。だって50いくつでしょ ?50 いくつで。まあ50だよ。そんな急にここで初めて言うとおかしいもんね。え？だから好きじゃないの。好きです。好きだよ。言わない。大好きだけど、あんまりその女優さんだからいろいろこう出歩かないから、情報がないの、情報が。そっかそっか、出歩かないの。そう、出歩かないからあんま知らないの。知らないから。好きだけど。ね、うん。そういうこと、ね、このニュースはクソ！はい。続いて、茨城県居酒屋店主記者が送ってくれました、うん、内山信二怒る、うん、おデブタレントでも有名な内山信二さんが怒っていたとの情報が入ってきました。温厚そうな内山が何に怒っているかに注目が集まるところであるが、マネージャーに小馬鹿にされてご立腹だったと明かした。先日のロケでマネージャーに、デブの語源はデス&バーストから来てるらしいですよと爆笑をしながら言われたらしく、死と爆発でデブってなんだよととても怒っている様子、苛立ちを隠しきれない様子の内山であったが、そんなマネージャーがご飯をご馳走してくれたから心よく許してあげたと一件落着。、うん、
内山にはご飯を与えれば機嫌が良くなることが分かったので、皆さんも試してみてはいかがだろうか。これ元クリス・松村の番記者が今度やっぱ内山君。おー、うん、なるほど。すごい人選だね、本当に。すごいね、やっぱね。何この人。目つけないとこ行くよ、ね、やるね、なんか逆に。やるよね。あれ、前回なんだっけ、ヤックンか。ヤックンだもん。ね、クリス・ヤックン、内山君って。すごいね。ヤックン、そこ、間にヤック入れるのもまた素晴らしいね。うん。デブの語源。デブの語源。内山君ブログとかやってるってことかな。内山くんが自分で言ってることなの？うん。切れたとか。うん。で、うん、ご飯をごちそうしまって、仲直りしたとか。うん。そんなこと言うの？そんな女の子みたいなことを？そうだね。ブログで。いや、子供だから。子供じゃないでしょ、まあ、子役っていうか、あのイメージあるけど。もう子供じゃないよ。子供だから。もうだって、俺らより、ちょっと下ぐらい、うん、上？いや、まだ全然したよ。そうだっけ？ 30？ でも30。5、6じゃない？5ぐらいかな。てるわかんないけど。33か。うん、そっか、そっか、うん。ちょっと寂しい、悲しいね、なんかね。うん、そんな。このニュースは。草。うん。うん。続いてラジオネーム、ドブの中からこんにちは記者が送ってくれました。うん、インスタグラムにクソメンたちも注目。うん、モデルや女優が様々なプライベート写真を投稿することで話題のインスタグラム、美人のすっぴんやおしゃれな食事、リア充たちの集まりなど、イケてる人々のコミュニケーションツールと思われたインスタグラムに一筋の光が、クソみたいな生活を送る深夜ラジオリスナーのカリスマ、ジャンククソメンプロデューサーヒゲちゃんこと宮崎 P に、パーソナリティのおぎやぎからインスタグラムを始めるように指示が出たのだ。うん、イケてる写真ばかりのインスタグラムにクソメンのオアシスが誕生するのか期待が高まっています。うん、俺その言ったよね、先週インスタグラムやれって。そうだ、忘れてた。始めた？どうだった？インスタどう？どう？んどこインスタ始めた？ん？あ、やったって。やったの？えらいね、ちゃんと。結構ね、あのツイッターでもフォロワーがすげえいるから、やっぱ来てる来てる、盛り上がるんじゃないの？証拠した。だねー。え、今日はチーズケーキなのだってチーズケーキのアップと自分の口ひげの口をアップにした汚い写真。いいねした人はまだいませんって言われて。コメント来んじゃないの？なんでもっとオシャレなやつにしないわけ？うん。ねえ。そうだよ。研究してって、こんなんじゃ誰もいいねしないよ。みんな頑張ってんだよ、それなりにさ。かわいくね。すごい声バカにしてるよね、インスタグラムやってる人たちに対してね。ああ。これぐらいでいいだろうぐらいしか思ってないでしょ。そうだよ。なんかケーキ。プロ意識が足りない、プロ意識が。みんな。オシャレな仲間入りたいでしょ？うん。みんなオシャレなこと常に考えてんだから。そうだよ。うん。オシャレなことを考えるのが仕事だから。そうなの。うん。ねえ。ジャンクのね。そうだ、ジャンクが、あの、やっぱり JWEB に勝つには、やっぱり。勝ってますよ。勝ってますよ。いや、そのなんか、オシャレのね。オシャレ度でね。オシャレ度では、オシャレ度で勝つには、うん、だって、もう JWEB からしてみたんだよ。そこを負けたら、もう、そう。もうやばいんだから。うん。ってことで、やっぱりジャンクは、JWEBよりもオシャレっていうぐらいになったら、ね、これじゃやっぱり JWEBにはオシャレさで勝てない。そうだよ、うん。これ全部ヒゲちゃんにかかってんだよ、だからその辺のことは。そうだよ。ヒゲちゃんがオシャレになったら JWEB に勝てるよ、オシャレさで、うん。うん。そこだけなんだから、今負けてんの。うん、そうだよ、ね。あとは全部勝ってんだから。そうだよ。うん、頑張って、ね。このニュースは。クソ！まあ、クソですね、うん。はい。こんな感じのしょうもないニュース募集します。宛先は郵便番号 107-8066。